日後細川庭園は、東京都文京区目白台にある文京区立の公園。改修工事に伴い、新名称を公募し、2017年3月18日、新江戸川公園から改称された。当地一帯は、江戸時代中頃まで、幕臣の邸宅があったところであった。その後、幾度かの所有者の変遷を経て、幕末に細川家の下屋敷の一つとなり、 明治時代には細川家の本邸となった。1960年に東京都が当地を購入し、翌年には公園として開園。1975年文京区に移管されて現在に至る。当地付近は目白台からの湧水が豊富な地点で、その湧水を活かした海遊式潜水庭園を主体とした公園となっており、 江戸時代の大名屋敷の海遊式潜水庭園の雰囲気を現在でも楽しむことができる。区法文京2017年2月10日号。文京区。2017年2月21日閲覧。日後細川庭園、お知らせ。一般財団法人公園財団。2017年6月10日閲覧。AB、細川やゆかりの小性格改修を得る。熊本色、国。 東京の新名所に、西日本新聞、http コロンスラッシュスラッシュ www.nishinipon.co.jp スラッシュ nnp スラッシュ熊本スラッシュアーティクルスラッシュ2188562016年1月19日閲覧、ありがとうございます。